はい。皆様、こんにちは。こんばんは。ヒロです。今日は先日入手した、この New X のトライデントですね。これのファームウェアアップデートについてやり方をお話ししたいと思います。これ、不思議なんですけども、マニュアルを見ても、サイトを見ても、どこを見てもファームウェアのアップデートの方法が書いていません。<laughs> 困っったもんんだななてとこなんですがえとですねあの確かにメーカーさんのサイトに行ってファームウェアを見るとこれファームウェアねバージョンの1.0なんですねなので2.01っていうのが最新版が出てますのでそちらにアップデートしようと思ってそれでメーカーさんのサイトからファームウェアのアップデートのファイルをダウンロードしてでこうアンジップしてそれで立ち上げてそうすると書いてあるんですね DFU モードでやれと書いてあってでここにですね 買った時に一緒に提供される USB ケーブルを使えっていう風に書いてあって確かにですねちょっとぐちゃぐちゃになってますけどこれですね USB-C のケーブルこれが一緒にえこのトライデントと一緒に梱包されてますでこれを使って確かにパソコンにこうグッと刺します刺して電源を入れたら あの DFU モードで立ち上がってくるんだろうと思うじゃないですか。そのように書いてあるので。ところが、これね、差し込んで電源を入れるだけだと DFU モードで立ち上がりません。いわゆるですね、隠しコマンドをやらないといけないんですね。で、その隠しコマンドはどこにも書いてません。かなりググって、 えー、なんとか見つけました <laughs> あの、えーとですね、英語でも日本語でもないアジア圏の方がねなんかねそのやり方をあのやってました動画で見つけましてそれでこう。 見たんですねあの言葉は全く分かりませんが映像をじーっと見てですねでそのように真似したらできましたので今日は日本の皆様にシェアしたいと思います。これすごい大事だと思うんですけどそれについて言ってる人誰もいないのでちょっと不思議なんですけど早速いきましょう。もしですね、えー、とこれをお持ちでですねファームウェアのアップデートをしたいと必要だという方はですねこれはこのアップボタンとクリアボタンこの2つですねこの2つこの2つを 押しながら、これグッとホールドですね。押しながら、電源のスイッチをオンにしてください。そうすると DFU モードに立ち上がります。ちょっとやってみましょうか。もう私のはもうバージョンをですね、ファームウェア入れ替えて2.0になっているので、ちょっと今更な、ね、ファームウェアのなどうこうっていうことはちょっとやらないんですけど、ちょっと待ってくださいね。ケーブルが、これ、すごくグネグネになってますね。はい。えー、ちょっとね、その、普通にやるとね、ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。 これケーブルがすごくクニクニしてますね。よいしょ。はい、えっとねケーブルをじゃあ差し込みますね。よいしょ。やってみましょう。通常ですね。これ画面を見せて見せ流れ液晶見ながらやりましょう。普通ですねスイッチを入れますと。よいしょ。 こういういいになりましてててちょっとスクリーン見ててくださいねトライデントってこれもう2.01って書いてあるのでファームウェアが完了してるんですけどこういうふうにして普通に電源を入れるとこういうふうにしてトライデントの読み込みが始まりますそしてこのバーが行くとスタートということですねなるんですけどもこれそのままじゃですねこのパソコンのこれ入れてやってもですね DFU モードにならないんですよ。どうするかというと一回電源切りますよ。 この上の2つをホールドした状態で電源を入れます。そうすると、はい、出ましたよね。はい、アンコネクテッド。これですね、要は何かと言いますと、パソコンとこれをつなぐモードなんですね。これが DFU モードです。これを USB をつないでパソコンにつなげて、でアップデートのファームウェア、ちょっと電源切りますね。ファームウェアのアップデートファイルを立ち上げると、 認識をしてファームへのアップデートができるということです。はい。この2つですね。この、えっ、ー、と、何でしたっけアップボタンとリバースボタン。この2つを押す。これがキーポイントとなります。はい。えっ、ー、とですね。これは、あのー、多分、 皆さん本当にね迷ってると思いるなぜかですね中華系のペダルはファームウェアアップデートに関しては隠しコマンド的ななんかねうまくいかないことが多いといいますかあんまりオープンにされてないんですよねなんか理由は分かりませんけどはいなっておりますので、えー、この動画を見て、えー、もうこので先ほどこの動画で説明させていただきました通りこの2つを押しながらですねホールドを押さえたまんまこれ電源をオンにしてみてくださいそうすると DFU モードで立ち上がりますはい、ぜひやってみてください最後まで見ていただきどうもありがとうございますぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いしますひろでした、バイバイ